結構貧乳のものばっかりなんですよ。<laughs> えー、なので、えー、ついてる話は内山さんで終わりです。えー、ここからはい。えー、ここからですね、えー、貧乳話ばっかりしますよ。<laughs> えー、こちら、えー、S ネームヨッツさんからいただきました。ありがとうございます。ます下野さんもみじさんこんにちは。<laughs> 何キャラ名なの？<laughs> そうかキャラキャラメールだからか。<laughs> はいえー、私は昔から貧乳でどんなに頑張っても B 以上行ったことがないんです、えー、そんな貧乳歴27年の貧乳でよかったと、えー、よかったエピソードですが肩が凝らないもうこれだけです <laughs> これだけですかそうか、えー、周りには巨乳の友達が多いのですがみんな肩こりでヒーヒー言ってますでも私は、えー、この人生一度も肩こりになったことがありませんイエーイ<い>泣きって書いてあります <laughs> どうですかもみじさんなら共感してくれるかも あでも私思うんですけど、うん、え B カップっておっしゃってましたよね B カップ以上になったことがないでも B カップだったら貧乳じゃないと思うんですけど<ん>えあのねえっと、はい、<laughs> カットされないよねここねされないよね自分のカップ数とかは言ってない感じだよね言ってないです大丈夫でそれ <laughs> 下野さんは B カップぐらいです <laughs> じゃあっなんいす<だ>基準が私よく分かってないですけど単純に、うん、あの AA とかだもみじを貧乳と思ってるからああそうかそうかそうかそう考えるとみんなそんな貧乳じゃないんじゃないかないあー A カップ以上はもう頻乳じゃないぞと、うん、AAB <え>は貧乳で CD は普通で EF が巨乳だと。 えー、構成作家はそう申しております、えー、以上構成作家の趣味でした <laughs> はい。そうかまあその辺はね、うん、なんて言ったらいいものやでもそしたら気にすることないと思うんですよねまあ気にしてませんよこの方は肩こりしてないよイエーイって言ってますからねあかまあ泣きって書いてありますけど <laughs> なかなか <laughs> でもいいと思います。<laughs> 全然誇っていいと思いますよ。誇っていいことですね。はい、もう肩こりねないっていうのはねいいことですから。ううよねえ本当にね周りのね近所の友達にうん肩こり肩こりするんだ肩こりするんだって言ってあげればいいんじゃないですか。<laughs> そうですよ。うんあのごめんねこう言っといてあれだけどやめといた方がいいよ。うん多分あの <laughs> ちょっとなんか寂しくなるから。 やりましょうね、えーはい、こちらですね S ネームミルクルさんからいただきましてありがとうございます,います下野さんゲストさんこんにちは番組タイトルもっと激しくお願いしますに、えー、爆笑してしまいましたこんなタイトルで問題はないのでしょうか知りませんよそんなの <laughs> さてキャラメールですがズバリ私の貧乳で良かった体験談は痩せて見えるどんな服も着られるです えー、巨乳の方々は胸で服を合わせると袖が長くなったり丈が長くなったりして、えー、サイズ合わせが大変ですが B な私はどんな服でもぴったりそして、えー、多少脂肪がついても畑にはほとんど分かりません痩せて見えるってのは本当に利点かもしれませんねではラジオ頑張ってください <laughs> 確かにそうかもねその通りだと思います洋服選びとか結構ね体型によって気にしたりしなきゃいけないけどそうなんですよ そうなの。<は>あるのよ結構。下野さんでも。他のところのサイズは、はい、あこれちょうどいいねとか丈もいいねとか思ってても、はいはい、肩幅もぴったり。でも胸がっていうのはね、えー、あるのよ。すごい。結構ねポロシャツ系とかポロシャポロシャツ T シ,シャツは本当多い。結構ピッチリしちゃう感じですか。そうシャツもだから結果胸が胸締めるとあのまっすぐじゃなくてこうなんていうのかなひし形を描くんだよね。えー、ダイヤをダイヤが。はいはいはい。 ダイヤ描いちゃったりとかする時はたまにあるから,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 ら最近の男性ってさほら細い人多いでしょ細くて薄い感じのもうねああいうの本当困るのよ <laughs> ああいうのにねどん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 なんていうのかなみんな世間一般っていうのが合わせていったりとかっていうのをされると<ー>こういうねやっぱりこうちょっと胸が吹くようかな<ー>私みたいな感じの人はちょっと困るのよ本当に、はい、大丈夫ですか下野さんキャラが変わってますけど <laughs> 大丈夫全然問題ない <laughs> あ、まあまこのラジオですか大丈夫だってド M で変態なんでしょなん <laughs> で,でもいいじゃないのさ別に <laughs> いいいののそういうのはもしかしたらこれでこれ聞いてねあの、うん、あだって下野さんお姉もいけるんだななんて思ってもらえたらもう。 最高ででしょそうですねどこそのねあのディレクターさんがこのラジオを聞いてるかどうか知らないけれども <laughs> でもいろんなファンが増えますよきっと可能性はあるかもしれないわはいなのでねもう本当にね服選びも結構大変なので私もでもそうですねやっぱりこう<ん>あの雑誌で見てるものと自分で着た感じとでは全然違うなっていうのはすごく感じますうん、うん、あわかるそうだしあとこう試着も本当に着ないと、うん、なんか鏡の前で合わせるぐらいじゃあ分かるそれあ本当ですか私 すごいわかるそれ。そうなんです。本当にわかる。合わせるだけじゃダメなのよね。そうなんですね。店員さんに肩幅合ってますって言われて。買ったやつがね、結果ね、胸がなんかもう、なんかすごいことになっちゃう。あるのよ、本当に。あるのよ。あれ、ひどいわよね。もう自分たちが細いからでも、その基準に合わせちゃって。ね、本当ひどいわよね。ひどい話よ、本当に。ね、皆さん、服選びとかね、大変かもしれないけれど。そういう意味ではね、もう貧乳の方って素晴らしいなって思いますね。ましい羨ましい。 嬉しいわ本当にね何かしらこれもうどうやって締めたらいいのかちょっとだんだん分かんなくなってきたけど <laughs> さあということで、えー、番組では各、えー、キャラメールを絶賛募集中でございます、えー、皆さんどしどし送ってくださーい以上キャラメーールのコーナーでした